コズナつなぎ、カッコキャリックベント、と、淡路つなぎ、です。この二つの結び方は、結び目だけ見ても、全く見分けがつきませんね。しかし、ロープ同士をつなぐという目的においては、全く性質が異なり、間違うと、危険な場合もあります。検索すると多くの場合、このように結び目のアップ画像が混ざって出てくるため、間違えて覚えても気づきにくいことがあるので、注意が必要です。ちょっと視線を引いてみましょう。まず、上が淡路つなぎ、かっこ淡路結び。このように、ロープの末端が同じ、上方向へ抜けています。水引きなどでよく見られる形ですね。こちらがコズナつなぎ、カッコキャリックベント。このように、ロープの両端が、上下、互い違いの方向へ抜けています。たったこれだけの差ですが、これがどう影響するのか、試してみましょう。まず、淡路つなぎの方を締め込んでみます。
解除するときは、まず、末端を引っ張って、結び目を緩ませ。結び目を裏返して。この部分を掴んで引っ張れば、解きやすいです。続き、左利きバージョン、いきます。右手の末端を、くるっと向こう側へ、輪を作り、左手末端を輪の後ろ側に、重ねます。そのまま、末端を手前に折り返し、右手末端の、後ろ側を通過。最初の輪と、重ねた後ろのロープの間を、前後互い違いに通す。四隅を同時に引っ張り、結び目の隙間をなくし、ぎゅっと締めれば、完成。解除するには、まず、末端を引っ張って、結び目を緩めてから、裏側のこの部分を掴んで、解いていきます。次に、淡路つなぎですが、記憶がごちゃ混ぜにならないよう、全く違うロープで解説します。最初に輪を作る方向が全く逆なので注意。右手の末端を下向きにして左手の前側に重ねます。そのまま左手元ロープの後ろ側へ送ります。右手の元ロープを輪の後ろ側へ追いやり、この部分へ右手末端を前後互い違いに通していきます。これでロープの末端が両方上向きに出る形になりましたね。このままで止めておけば水引きなどの装飾用として使えます。締め込んで荷重のかかる、つなぎ、としては、覚えないでおくのが無難でしょう。ではこのまま、左利きバージョンへ移行します。右手側手前に、末端が上に向くよう、ぐるっと輪を作ります。左手末端を輪の上に重ねます。末端はそのまま右手元ロープの裏側を通過させ、輪と裏側の左手ロープの間を前後互い違いに通していきます。結び目を整えて、淡路つなぎ完成です。両端が角のように、両方上側へ出るのが、装飾向けの淡路つなぎ。上下互い違いに出るのが、実用の小綱つなぎ、と覚えておいてください。